皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回は舞子さんをゲストにお迎えした南太平洋にあるトンガでのお話の最終回です。それではパーソナリティのラリーさん、お願いします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りします。皆様こんにちは。本日はトンガについて伺う最終日になってしまいました。舞子さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回ですね、トンガでどのような人たちに日本語を教えていらしたのかというお話を伺ったんですけど、本日はですね、それを、現在どのように生かしておられるのか、現在ですねについていろいろ伺っていこうと思います。トンガでの活動が終わってからというのはずっと日本でしょうか？実はですね、学業のために日本に2年間はいたんですけれども、その後は基本的にはずっと海外で仕事をしています。例えば伺ってもいいですか？例えばどんな国にいらしたんでしょう？そうですね、東南アジアですと、最初はベトナムに行きまして、それからマレーシア、で今はタイにおります。すごい、分かりました。教えていらしたその教育機関っていうのは、トンガと同じような中学高校、それとも大学とか何か、どんなところにいらしたんでしょう？そうですね、先ほど挙げた東南アジアでは、3カ国では、中学高校の日本語教育支援に関わっていまして、実は先ほどちょっと1個言わなかったんですが、アイスランドにもいたことがありまして、その時は大学で教えていました。アイスランド、はい、ありがとうございます。伺ってると、じゃあそのアイスランド以外は中学高校の機関にいらした、はい、そうです。なんかその中学高校の教育機関でずっと教えようと思った、何かこのこだわったというか、こだわってこられた理由、何かありますか？はい、私自身も海外に出会ったのは中学校高校の時で、やっぱりすごく多感な時期、将来をいろいろ考え始める時期に、外国語を学ぶということは、その言葉を学ぶだけじゃなくて、いろんなこう体験をしたり、知らないことを知ったりとか、そういう、こう影響力の大きな時期だと思っていて、でやっぱり日本語教育、海外の日本語教育でも言語教育だけではなくて、いろんなことをこう教えたり、生徒たちとこう、なんて言うんでしょう、交流したり関わることができる面白さが中等教育にはあるなと思っていて、ずっと中等教育の支援をさせていただいてます。やっぱりあれですか、中学とか高校っていう、こう一番多感な時期に、新しいものに出会うっていうのは違うってことですかね？違うと思いますね。はい、それはこう教えに行ってらして肌で感じられたことかなと思うんですけど。はい、そうですね、私自身もそれをすごく経験してるから余計それを感じるのかもしれないんですけども、やっぱりこう、今はインターネットでいろんなことが調べられる時代ではありますけども、教室でいろんな体験をすることによって、生徒たちが新しいこう視点を得られたりとか、楽しいだけじゃない何かこう機会を考える機会を教室でも持てたらすごくいいなと思っています。あれですか、こう今ちょっと、いろんな国に行ってらしてあれでしょうけど、トンガのことを伺ってきたので、トンガのことであれですか、こう一番こう印象に残っていることとかありますか？その中学高校の、はい、多感な生徒たちを教えていらして。そうですね、トンガ人はとっても歌が好きなんですね。日本の歌をこう春の、確か春だったと思うんですけども、3月4月ぐらいに「はい、桜」という名前のつくタイトルの曲を何曲か聴かせて、どれが好きって言って好きな曲を覚えようってやってみたりとか、
そうするとすごく楽しそうに歌ってくれて、それがやっぱり印象に残ってますね。おお、あれですか、桜っていうのは、いわゆる桜も含めて、そうですね。新しい桜も含はめい、てですか。新しい桜も含めて。ああ、いいですね。あれですか、トンガでもやっぱりそのトンガの歌とかも、じゃあ、舞子さんも覚えられたんでしょうかね。そうですね、歌を歌ったり、あとダンスもトンガはたくさん盛んなので、教えてもらったりしました。わかりました。いいですね。あれですかね、じゃあ、その、まあ、現在、まだいらっしゃるところでも、やっぱり中学、高校にの教育機関で関わってらっしゃるということですかね。はい、ここ10年ぐらいずっと海外の中学校、高校の日本語教育支援に携わってまして、その現地の先生方の支援が中心です。やっぱり現地の先生方にこういろいろこう、なんていうんですかね、日本語だけじゃなくていろんなものをこう伝えていくっていうのは、きっとすごく大変なお仕事なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、その日本じゃなくて長く海外にいらっしゃるということは、やっぱり舞子さんにとって海外で仕事をするという、日本で仕事じゃなくて海外で仕事をするということに、何か、こういうふうにしたいとかっていうのをきっとお持ちなんじゃないかなと思うんですが、その辺を伺ってもいいですか？そうですね、まあ、先ほども言ったように海外に出会ったのが中学高校で、それ以来こう海外にすごく興味を持っていて、でなんで海外なんだろうと思ったら、やっぱりこう知らない人、知らない文化、社会を知ることってすごく楽しくて、私の知的好奇心をくすぐられることなんですね。でそれはその先生たちとか海外の人たちと交流をしたり、一緒に仕事をしたりするとき、難しいこともたくさんあるんですけども、やっぱりこう楽しいですし、その楽しさをこう先生が理解して共感してくれると、それをこう教室に持って帰ってくれて、先生が生徒にそういうことを伝えてくれる、そんなこうことをしてくれるんじゃないかなと思っていて、もうずっと楽しいので、多分海外にいるんだと思います。まあね、いらして大変なこともきっとあるんじゃないのかなって勝手に思ってるんですけど、長くこう海外にいらしてホームシックになったりとかはないですか？ホームシックはそうですね、実はあまりないですね。今はおインターネットでお。ああ。ビデオチャットですとか、そういうことも簡単にできますし、今はありがたいことにバンコクに住んでいるので、本当に日本食も手に入りやすいですし、はい。そうですね、トンガでの時も、そうですね、一度も日本に帰ら、2年間に一度も日本に帰りませんでしたけども、おお、すごい。じゃあずっとトンガにいらしたわけですね。その時はそうでしたね。はい。あまり寂しくならなかったですね。ホームシックにならなかったです。はい。ああ、そうですか。ありがとうございます。さて、そろそろですね、時間もなくなってきてしまったので伺わないといけないんですが、まず第1回目にですね、舞子さんを一言で言うとというのを伺った時の答え、カメレオンというふうに 答えていただいたと思うんですけど、はい、これについてちょっと教えていただけますか？はい、私はもうこれまで片手で数えきれないくらいの国に住んできまして、その時々その国の文化とか習慣を理解して、それに共感するようにとすごく意識を持ってきました。で、まあ、そういうことも好きなんですね。そういう意味で、まあ、カメレオンのように周囲の色に染まってきたと思うので、まあ、私を一言で表すとやっぱりカメレオンなのかなと思っています。わかりました。もうその数えきれない国にいろいろ住んでいらして、どうでしょうか、もう一度行ってみたいなと思う国ってありますか？もう一度住んでみたいじゃなくて、もう一度行ってみたいでしたら、もう断然トンガです。はい、トンガにおお、そう帰りなたんいでとすか。思っています。はい。住んでみたいだと変わりますか？そうですね、やっぱりあの時は若かったので楽しかったですが、まあ、やっぱり不便な
土地ですので、まあ、また2年間3年間住んでくださいと言われたらちょっと考えてしまうかもしれない。わかりました。でもじゃあそのトンガを全然知らない人にこうもう一度行ってみたいと、舞子さんに思わせるそのトンガの魅力というのは、まあ、何でしょう。そうですね、何でしょうか。いや、私にとってはノスタルジックなのかもしれないんですが、うん、幼稚園、保育園ですね、保育園の時に裸足で駆け回るような保育園にいたんですね。木に登ったり、うん、野菜を育てたり、そういう保育園で私は育ったので、トンガはそういう多分子供の時のことを思い出させてくれるとこなんだと思うんですけど、本当に何もないところですが、こうみんな自分たちで作ったものを食べて家族と一緒にこうシェアをする、そういう文化なところで、何よりもトンガ人すごく優しいので溶け込みやすかったですね。一番私が今まででそのトンガ人のコミュニティに溶け込んだのが、他の国とは比べられないほど溶け込んだ国だったので、そういう意味でも、はい、トンガが一番かなと思いますね。わかりました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。日本語教育との出会いがですね、ポリネシアだったということで、まあ、トンガへ、まあ、そしてその後様々な国でいろんな学習者に出会ってですね、まあ、海外のその中学高校で日本語を学ぶ意味についてずっと考え続けていらっしゃるという、まあ、舞子さんのお話を伺ってですね、新しい言葉との出会いの持つ意味について、私自身も、もうちょっと考えてみたいなというふうに思いました。そして、何よりですね、そのトンガという国、私行ったことがないんですが、行ってみたいなというふうに思いました。舞子さん、貴重なお話本当にありがとうございました。今後のご活躍を楽しみにしています。一言ちょっと待ってくださいね。前回教わったのをちょっと言ってみたいと思います。マロアウピトトキシオエ、マロアウピトトキシオエ、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。マロアウピト。ラリーさん、舞子さん、ありがとうございました。世界中には日本語を学んでる方がたくさんいますけど、舞子さんはその中でも中学生や高校生という中等教育にフォーカスしている理由やそのバックグラウンドがよくわかりましたよね。またご自身も海外の新しい環境でいろいろな色に染まりながら、それはある意味学習者のように楽しみながら、その楽しさを今度は現地の先生や学生にそれを還元していくような、なんかまさに楽しみの循環の中で活動されている様子が目に浮かんで、素敵だなぁと思いながら聞いてました。さて、概要欄には舞子さんからいただいたトンガに関する参考リンクも貼っておきましたので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。マーローアウピトトキシオエー。